それで今日の役員会役員連絡会について概要報告いたします。まず岸田総裁から米国大統領選について、両党で大きな動きがあった、米国の選挙に関わる、事項について政府の立場でコメントすることは差し控えるが、日米同盟は我が国の外交安全保障政策の基軸であり、大統領選の行方を高い関心を持って、見ていく。先週第10回、太平洋島サミットを開催した。日本と、太平洋島しょ国地域は力による一方的な現状変更を許さないなど、価値原則を共有するパートナー、協力関係をさらに高みに引き上げ、未来に向け共に歩む決意と具体的な道のりを示すことができた。17日には旧優生保護法の国家賠償請求訴訟原告団の方々と面談をした。旧優生保護法の執行の在り方を含め、政府の責任は極めて重大なものがあり、政府を代表して謝罪を申し上げた。国会でも相談をしながら、新たな補償の在り方について可能な限り早急に結論を得られるよう加藤大臣、小泉大臣に指示しており、先日より超党派の議連の議論も開始されたと承知をしている。政府としても議連とよく調整して検討を進める。また19日にはサーキュラーエコノミーの先進的な取り組みを視察をした。政府横断的に循環経済への取り組みを加速するため、党からも提言のあった循環経済実現に向けた関係閣僚会議を新設をし、月内に開催をしたい。防衛省、自衛隊において特定秘密の不適切な取り扱いなど複数の事案が確認され、国民の皆様から厳しい目が注がれている。木原防衛大臣の下で防衛省自衛隊の組織そのものを早急に立て直し、防衛体制を万全なものとするべく信頼回復に全力で当たる。今週パリオリンピックが開会をする。日本人選手の皆さんの活躍を記念するとともに、日本や世界中の人々に大きな夢と感動を与えていただくことを期待をしている。次回の役員会は日程の都合でお盆明けの予定だが、経済再生はじめ諸般の先送りできない課題に休みなく取り組んでいく。麻生副総裁からは特段の発言ありませんでした。私の方から、私自身の日程でありますが、今月28日から8月4日にかけてインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピンの4カ国を訪問する予定。昨年の日 ASEAN 友好協力50周年の成果も踏まえ、アジアの脱炭素化、グリーントランスフォーメーションなど様々な分野における連携を強化する、機会にしたいと考えている。来年度の予算編成に向けて今週からシーリングの議論がスタートをする。党としても政府と連携しながら年末の予算編成に向けた議論を進めていく。今後重要政策の具体化を進め、新たな経済ステージへの移行や社会課題の解決に向けしっかり取り組んでいきたい。大雨の影響で全国各地で河川の氾濫や土砂災害などの被害が相次いでいる。亡くなられた方々のご冥福をお祈りをし、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げる。政府には被災者支援、被災地の復旧に全力を挙げるとともに、今後発生が懸念をされる新たな災害への対応に万全を期してもらいたい。国対の関係ですけれど、浜田国対委員長、先週立憲と国対委員長会談を行い、防衛省の不祥事につき今月中に閉会中審査を行うこと、旧優生保護法の立法措置と国会決議を行うこと、知事選等で問題となった件につき公選法を改正することの要請があった。閉会中審査についてはこの防衛省の関係ですね、30日火曜日の午前中に安保委員会を開く見込みと。石井参議院国対委員長、先週18日、そして19日に
立憲民主と国対委員長会談を行い、防衛省の不祥事に関係し、外交防衛委員会において閉会中審査を行うことで合意をしたと。日程は7月30日火曜日13時から行う方向で外交防衛の現場で協議することになったと。閉会中における委員派遣については ODA 沖縄北方特別委員会は7月31日水曜日、8月1日木曜日に北海道根室市に委員派遣を行い、北方領土の旧島民と意見交換等を行う予定であると。それから主だったところでいきますと、小渕選対委員長、25日木曜日15時から選挙対策本部会議を開催をする。来年の参議院選挙に向けて第一次公認候補を決定したいと思うのでよろしくお願いしたい。都会政調会長、政調では本日13時より政調全体会議を開催をする。令和7年度予算の概算要求にあたっての基本的な方針について政府側から説明を聞き、平場の議論を行う。本件については順調に与党の平場の手続きが進めば、26日金曜日の政府与党政策懇談会で政府側から最終案が示されるので、これを持ち帰り党内手続きを進めたい。こういった発言がありました。これ以外の詳細につきまして何かありましたら、井上副委員長の方からですね、詳しく後でお答えをさせていただきたいと思います。今後の役員会、それから役員連絡会の予定でありますけれど、役員会、次回の役員会は、お盆過ぎ8月20日火曜日を予定しております。7月30日、8月6日、13日、これいずれも開催しない予定です。それから役員連絡会の方でありますが、8月6日が次回になります。来週7月30日火曜日は開催しない予定です。私の方からは以上ですが、何か他に役員会のことで詳細等よろしいですか。はい、じゃあどうぞ。阿部さん、先ほど冒頭発言で言及もございましたが、28日から予定されている東南アジア4カ国の訪問について、はい、改めて訪問先を東南アジアに選んだ理由や視察などの目的などについてお聞かせください。また現地で予定されている要人との面会について最新の調整状況をお聞かせください。今回訪問します、4カ国、ASEAN の中のでも主要国でありまして、近年、高い、経済成長、これを実現しているところでありますし、また、この4カ国ではですね、この1、2年で、新しい、政権に移行している、また移行の途中ということであります。こうした状況も踏まえながらですね、アジアの脱炭素化、GX、さらにスマートシティ、スタートアップの推進、こういった各国との連携強化、これも進めていきたいと思っております。訪問先、まだですね、今アップを入れている調整中でありますけれど、政府関係者との会談であったり、また先ほど申し上げたようなですね、スマートシティ、スタートアップを含めとした現場の視察、さらには現地の日系企業関係者との意見交換、等を予定をしております。外交安全保障の問題、経済、文化など、幅広い分野の課題について、外務大臣時代よりもですね、少しフランクな立場で、意見交換できれば、こんなふうに思っております。阿部さん、これまでの在任中でも米国や南米、ポーランドなどを訪問され、外務大臣時代の人脈も生かしながら直接要人たちと面会することに注力されてこられました。昨日の都内の講演でもですね、自身の総裁選の対応と外遊は全く別だという言及もございましたけれども、幹事長にとって改めて今回の外遊をどんな場にしたいのか、お考えを聞かせてください。各国との間でですね、良好な、協力関係を築くためにはですね、政府レベルだけではなくて、議会、民間企業を含めですね、
重層的な関係、これを構築していくことが極めて重要だと考えております。私も昨年ゴールデンウィークには訪米をいたしましたが、その際にもですね、政府の関係者、ブリンケン国務長官であったり、サリバンですね、補佐官に加えてですね、シューマー、上院院内総務はじめですね、米国、上院議員、10名以上と会談、意見交換も行ったところであります。今回もですね、おそらく新しい、政権になった各国のですね、トップであったりとか閣僚と意見交換を行う、そして、我が国としてですね、これまでも良好な関係を持って、またこれからもですね、脱炭素であったりとか、さまざまな分野で連携を強化していく、東南アジア各国との間で、一層のですね、関係強化を図っていきたい、こんなふうに考えています。わかりました。質問は。TBS の佐田です。昨日の発言の関連でお伺いしたいんですけれども、昨日幹事長が出演されたテレビ番組で、ご自身の総裁選の対応でですね、最初に手を挙げることは絶対にないというふうに答えられましたけれども、この発言の真意について改めて、最初にというのは、総裁を念頭に出生進退を明言されるまでご自身は表明される考えはないということになります。昨日申し上げた通りです。ご質問がありましたんで、例えば若手から押されて、すぐに手を挙げることがあるかと、こういうことだったと思いますので、私が最初に手を挙げることはない、このように申し上げました。よろしいでしょうか。それでは会見を終了させていただきます。ありがとうございました。